こんにちは、ルコです。動画にお越しいただきありがとうございます。今日はシンプルで豊かな生活を築くためのものを増やさない習慣についてお話ししたいと思います。毎日いろいろなものに出会いますが、その中で欲しいと思ったものは、購入する前に一呼吸置いて、そのものが本当に必要なのか、使う機会があるのか、考えるようにしています。それは、今までついつい衝動買いしてしまって、後で後悔することがよくあったからです。感情に流されて購入したものは、インテリアやクローゼットの中に眠ってしまい、結局使わないでお部屋に溜まっていたり、捨てるという結果にたどり着き、欲しくて買った時の感情が薄れ、買ってしまったという罪悪感が残っていました。買い物をする時の行動を見直さなければ、これは繰り返されて状況が変わらないことに気がつきました。一つは、欲しいものを買う前に自分に問いかけることを意識しています。これって本当に必要なのかな？他に代わりになるものはないかな？など、自分に対してシンプルな質問をしています。さらに、買うものの使いやすさを考えます。今までを振り返ってみると、自分の生活スタイルにフィットしたものを長く愛用しているからです。不思議と使いやすいものを無意識に何度も手に取って使っている気がします。シンプルですが、買い物をする前によく考える時間を作ったり、自分の日常生活に合うものなのかイメージすることで、無駄な出費を防いでくれていると感じています。紙ベースで保管しなくても良い書類やメモを紙で管理する代わりに、デジタルのファイルやノートを使って保管するようにしています。紙ベースのものを少しずつ減らしたことで、デスクや収納スペースがすっきりした状態を保つことができています。また、収納する棚やボックスを使わなくても管理できるようになり、掃除がしやすくお部屋を広く使えるようになりました。紙ベースで保管しなくても良い書類は、Adobe Scan というアプリを使ってPDF として保存したり、撮影して写真のアプリに保管するようにしています。また、本や雑誌は電子書籍の Kindle を使っています。Kindle 内に本や雑誌を保存することができて、必要なくなった時は削除することもできるので、物を置く場所が取られず、処分する手間も省くことができています。それに、文字の大きさや明るさを調整できたり、背景色を変えることができるので、快適な読書時間を自分に合わせて楽しむこともできています。紙の使用やゴミを減らすことで環境に優しく、携帯やタブレット一つでコンパクトに管理することができるので、自然もお部屋もすっきり快適に過ごすことにつながっていると思います。今持っているものが生活にどれだけ大切で、
どんなに役立っているかを見つめ直すことが、新しいものへの欲が減り、手元にあるもので十分と日々の生活の幸福度が変わってくると思います。例えば毎日使うベッドやお布団、これはただの寝具ではなく、心地よい眠りやリラックスした時間をくれるもので、体の健康を維持してくれる一つのアイテムであり、生活にとても大切なものだと思います。それが当たり前になっていたので、生活に必要なものに対して感謝の気持ちを持たず、ないものばかりに目が向いていました。もしなかったらと考えた時に、今あるから不便なく生活ができているんだと、毎日のルーティーンに感謝の瞬間を取り入れてみることにしました。朝起きたらベッドに感謝し、仕事に使うパソコンに感謝するなど、これが習慣になることで、物への感謝の意識が少しずつ高まっている気がします。感謝の気持ちをアイテムに向けることで、物への大切さや豊かさを再発見できると思います。ぜひ身の回りのアイテムに感謝の気持ちを込め、日常生活をより意味のあるものにしてみてください。隙間時間にちょこっとでも片付けることは、物が増えすぎず快適な生活を作るための一つのポイントだと思っています。物が多いとどんどん不要なものが増えて、ストレスを感じたり気分も乱れがちになりやすいです。少しずつでも整理していくことで、ストレスも防ぐことができると思います。季節ごとに服やアクセサリー、家具などを見直して、使わないものや必要のないものを手放すようにしています。ほとんど使用していないものはフリマアプリで出品したり、リサイクル回収を利用しています。使えるものならメンテナンスをし、最終的に使えないものは適切に処分するようにしています。また物の配置や収納方法を見直して、使いやすいように整えています。私は一度に全部を片付けると嫌になってしまうので、隙間時間やその場で整理できるものを見つけては、少しずつ片付けるようにしています。整理整頓を習慣に取り入れることで、部屋の中をきれいに保ち、気分も上がります。さらに新しいものを購入することもとても慎重になりました。物を少なくし、隙間時間に整理整頓することで、物が増えず快適で心地よいお部屋を維持することにつながっていると思います。持たない生活を始めるためには、物を所有するだけでなく、物を活用する方法を模索することも一つだと思います。例えば車や家庭用具など必要な時だけ使えるサービスを利用しています。これによって所有する必要がないものも手軽に使え、生活がとても便利になっています。いろんなレンタルサービス会社がありますが、何ヶ月何年しようと初めに決められたり、月々でレンタルすることもできます。また初めに契約した年月を使い終えた後に、このまま使用したいと思えたものは手元に残しておくこともできるレンタルサービスもあるので、使ってみたいけどどうなんだろうと思っているものを気軽に試せて、最終的に必要なければ返却もできるので、買ってしまった後悔を防ぐことができています。最新のものや家具家電と大きなものは初期費用がかかりますが、レンタルなら月々の支払いで予算を抑えることができるので、節約しながら気になるものや新しいものを楽しめるのはとても嬉しいポイントです。
物を必ず所有することにこだわらず、物を使う方法を広げることが持たない生活を楽しく便利に過ごすコツだと思います。買い物やドライブが大好きで、暇さえあれば常に外出をしていた私です。さらに仕事の疲れやストレスで発散するために、自分にご褒美と理由をつけて何かしらお休みの日は買い物をしていました。今では買い物以外の趣味に目を向けて、日々の楽しい充実した時間を作るようにしています。映画を見るのは私の趣味の一つで、映画を楽しむためにいくつもの特別なものが必要ないのがいいところです。さらにプロジェクターなら部屋に物を置く必要がなく、お部屋の空間を活用してすっきりとしたお部屋を保ちながら楽しむことができています。様々な映画や番組が視聴できるストリーミングサービスを利用しています。物を増やすことなくエンターテインメントを楽しむことができているので、以前に比べて買い物に行く頻度がとても減りました。映画鑑賞を一人でするのもいいのですが、家族と一緒に見るとさらに充実した時間になると思います。見たものの感動や笑いなど、いろんな感情を味わうことができ、さらに誰かと共有することで楽しい時間でもあり、リラックスタイムにもつながるので、物を買わなくても充実感を得ることができています。ぜひ買い物以外のお気に入りの趣味を見つけて、心地よい時間を過ごしてみてください。以前は値段に惹かれてついついお買い物をしていました。セールやディスカウントイベントには弱くて、お買い得だからと買う予定でないものまで手に入れてしまっていました。でもある時、これ実際に使っているのかなと振り返ってみると、家の中には使っていない商品が結構な数眠っていました。値段で選ぶとすぐに故障して結局損をしてしまったり、本当はもう一つの方が欲しかったと後悔することが多かった気がします。値段ではなく、自分の日常生活で何度も使うもの、長く使えるものを選ぶことを意識しています。買い物の仕方を見直したことで、今では少しずつ無駄な出費を減らすことができ、物も無駄なく管理できるようになりました。環境の変化やその年によって、自分自身の価値観や行動も変化すると思います。ずっと欲しかったものを手に入れると、最初は嬉しくて喜びにあふれ、日々の生活に花が咲いたような気分になります。でも慣れてしまうと、そのものがあたかも当たり前にあるように感じている自分になっていました。物の満足感は一時的で、次第にそのものの存在が感じなくなっていることを何度繰り返したか覚えていません。それに気づいた時から、物だけでなく経験を重視することにしてみました。経験を通して得る喜びや思い出は、ふと思い出すたび、家族との時間は楽しかったなとか、海外移住で慣れない暮らしからいろんなことを学べたなと、プラスなことばかり浮かんできます。新たな発見があったり、楽しい気持ちになることが増えた気がします。これからも新たなことに挑戦して、物にとらわれず、こと消費を楽しんでいけたらと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。一つでも参考になったらとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。